はい、どうも皆さん、トライアングルです。埋まってます。はい今これから挨拶始めようと思ってここで突っ立ってたら、おそらくこれあれだよね、超屋敷だよね超屋敷が生成されました。はい、完全偶然というか、はい、偶然でございます。で、今回なんですけど、ちょっと出ますね。まずちょっと超屋、これ多分超屋敷だよね。はい、いやこれ結構運いいな。で、今ちょっと一応ね、呪術廻戦モッドも一緒に入れてるんですけど、今回紹介するのは呪術廻戦モッドではなくて、鬼滅の刃の方で、まあ、アップデートになるのかな？一応別に先行とかじゃないんですよ。はい、そのチートのより位置って、今シリーズやってるんで、よかったらちょっと見ていただきたいんですけど、その、すごい強くなれる進捗というかね、が、オルカ様からいただいたときに、なんか追加されてたのかな？なんですけど、こちら、ダキの帯ありますね。このダキの帯って今までって、その防御しかできなかったんですよ。攻撃ができなかったんですけど、それが、ようやくというか、ここにはまだ表記されてないんですけど、この状況で、何ボタンなんだろうな。Z？ あ、これか、Z！ はい。あ、これちょっと今、呪術回戦モッドっていうか、あ、そっか、五条さんの技かな、これ。ちょっと、一緒にちょっと技も出ちゃうんですけど、このように、はい、高速で移動しながら、攻撃する、ダキの血気術が追加されました。はい。こういう感じ見ると、もう、高速で走りながら、切り刻んでいく。はい。ちょっと試してみようか。まあ、誰で試してみます？とりあえず、ごめんね、間違えた。炭治郎、まあ、クリーパーでいいか。クリーパーだと思えないので、ちょっとクリーパーで、ポンって出して、いきますよ。はい！あ、一歩下がった。あれ？歩いてる時、こうか。はい、このように。でも火力はね、まだちょっと残念ながら進捗が上がってないので、そんなに強くないんですけど、まあ、このように、新しい技ができたので、ちょっと、ダキのね、帯も、ちょっと見つけていきましょう。で、ダキなんですけど、もちろん、スポーンエッグのキャラクターで出てくるダキも今後、技を打ってきます。だ今までって、その、牛太郎、まあ、要は、ダキってペチンしかないから、余裕みたいな感じで話してたんですけど、そうじゃなくなったんですよね。はい、なので、ちょっと今から、ちょっと夜にさせていただいて、ちょっと見てみましょうか。はい。ダキ、いきますよ。はい、こちらです。このダキなんですけど、まあ、その今まではもう手ペチンしかなかったから正直全然余裕だったんですけど、じゃあ進捗が全く上がってない炭治郎行きましょう。はい。炭治郎とちょっと戦わせてみたいと思います。これだったら多分ね、どうなんだろう。おそらく、今までは手ペチンだったけど、このように、普通に、ほら、血気術を使うようになりましたね。まあ、一応血気術と呼んでいいでしょう。はい。このように強いです。なんだろう、200、体力も200あるので、このダキ、でもわかんないの？これもしかしたらさ、このダキって今までって、わかんない。ちょっと試してないから、ちょっと試してみよう。今までってダキが、ダキを倒すと牛太郎になったんですよ。これもしかしてダキだけかな？ちょ、待って、煉獄さんかなんかで戦わせてみようよ。それで倒して、こんだけさ、ほら、体力も200でさ、すごい強くなってるんですよ。防御も8で。で、さらに血気術も使うとなると、もしかしたら今まで、じゃなくても、ダキ単体のキャラクターになったんじゃないか？煉獄さん、行きましょう。まあ、本当はちょっと渦井さんで戦わせるべきだったね、今。ちょっと失敗したわ。失敗でしたけど、まあまあまあ、ちょっと見てましょう、見てましょう。一番まあ強い煉獄さんということで。まあ、多分煉獄さんが勝つんじゃないかな、この感じ。わかんないけど。さあ、それ変化した。ダキが一応体力多分100を切るとかな。100を切ると、まあ変化するんですが、これでどうだ？これで倒されて、これで牛太郎になるとしたら相当強いけどね。うわあ、牛太郎になるの？ああ、しかも後ろからダキが。ああ、やばいね。これ今後は普通に強い、上限になりそうな気がする。どうした？もしかして、なに？なんか生成される。なんだ？止まった。なに？ああ、びっくりした。ああ、ダキの首がない！ダキダキ首がやられてる！ダキくん、ダキくん、首がないよ、君。ちょっと待って、気づいて。気づいてくれ、首がないことに。首がないことに気づくんだ、ダキくん。切られたことに気づいていない。このダキは切られたことに気づいていないぞ。待て。目覚めろ。目覚めるんだ。なんだと無敵。なんで？無敵なんだけど。
バグったこれ多分。これバグってる。なんかわかんない。バグなのか仕様なのか。いやでもさすがにバグでしょこれは。わかんない。もし仕様だったらちょっとオルカさんよかったらちょっとご連絡いただけたら、仕様じゃなければバグでしたらそのままで大丈夫でございますので、はい。まあこんな感じで、まあダッキーがかなり強くなったので今回、まあちょっと今煉獄さんと戦わせてみたんですけど、まあ呪術回戦もっと入れたということは、呪術回戦のキャラクターとダッキーでも戦わせたいし、うずいさんですね、さらにうずいさん、炭治郎、善逸、伊之助、はい、この4人でダッキーと戦わせます。だからダッキーを倒した後に、まあ牛太郎も出てきたからちょうどいいかなと。まあ原作通りと言ったらあれだけど、これからね第2期が来ますので、ちょっとこれでちょっと戦わせてみようか。さあ行くぞダッキー。さあ4人、今までだったらもうこれ全然圧勝よ。もう通過点みたいな、牛太郎なってからが本番だったけど、今のダッキーは違うんです。そうです、血気術を覚えて、さらになかなか体力も強くなったので、これワンチャンかまぼこ隊1人くらい倒せるんじゃないか。これもう伊之助倒したんじゃない。あ、伊之助倒したね。これ伊之助を倒してで牛太郎になった。あれ、え、ちょっと待って、あ、そういうこと？あ、これ塩だ。あ、そういうことか。え、これ厄介ぞ。で、多分この牛太郎を、ちょっと待って、この牛太郎倒そう。この牛太郎をおそらく倒したら、うずいさんちょっとこんだけごめんね、牛太郎ごめん、ちょっと強いかもしれんけど、この牛太郎を倒せばおそらくこのダキが消えるんじゃない？これそうでしょう。どうだ牛太郎、もう倒せるか。もう倒したら、今ほらダッキーずっと首がないでしょ。この状態で、わ、これ間違いない。いやでも牛太郎強いな、やっぱり。うずいさんこんだけいてもなかなか倒せない。さあそして倒して、そしてダッキーもいなくなると。あ、そういう、やば、え、すごいなこれ。あ、バグじゃなかった。あー、なるほどね。まあ、一応説明させていただきますと、ダキから、ダキを倒して牛太郎になった時に、牛太郎は別のとこに出現して、そのやられたダキは首が取れた状態のまま、無敵の状態で牛太郎と共に戦うようになったんですね。あー、強い。やばい、ちょっと待って、ダキ強いわ、じゃあ。牛太郎の方が、あれだ、全然弱くなったわけじゃないんだけど、牛太郎を狙っていくべき。ななみー、あ、待って、おっこつくん、おっこつくん戦うかい。ダキくんと戦ってみるかい。二人とおっこつくんと、しのぶさんペア、そしてダキ二人ですね。と、まあ、あわよくばななみんも登場という形にしましょう。どうだこれ。これでも、おー、いた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 、いったぞ。これどっち、どれが勝つ、誰が勝つ、この三つどもじゃないんだけど、ななみん、おっこつくん、しのぶさんペア VS、ダキ二人。で、しかも牛太郎二人、ほらほら、うわ、来たー。おっこつくんのあちらです。さあ、そしてしかし、ダキがこれ首取れた状態二人ですよ。で、さらに牛太郎二人の、ダキ二人。合計四体だよ。おい、これすごい仕様だわ、マジで。え、これよく作ったな。すごいわ。ちょっと待って、これ助け、これはさすがに助けてあげよう。さあ、さあ言っといて。さあ、どうだ？お？牛太郎が残り？ 240 まだ残ってない？え、全然残ってるんだけど。え？で、こっち、おっこつくんが？え、誰？あー、そっかそっかそっか。あ、びっくりしたわ。鬼滅の刃のキャラクターかと思って。あれ？あの牛太郎は、別の牛太郎じゃないよね？この牛太郎だよね？首が取れたダキここにいるもんね。怖い！ちょっと待って、やばくない？これ。え、ちょっと待って。これは首戻ってるね。あー、まあちょっとこれはかなり、鬼滅の刃もっと、いや、いい傾向で難しくなってきそう。ちょっと待って、ちょっと待って、これさ、いやでも僕戦えないか、さすがに進捗がまだまだ低いから、ちょっと別の人、ちょっと待って、ダキとジョーゴとダキちょっとやらせてみたいな、この2人。ん、大丈夫か、オッケー。この二人でポンポン。さあどうだ、この二人で戦うぞ。ジョーゴ VS ダキですよ。だ、このダキ、この技も強いんだけど、ダキを倒してからが強いな、やっぱり。二人で攻めてくる。で、しかも、あれだよね、その、牛太郎は防御型だから、あ、ちょっと待って、ジョーゴめっちゃ強くなってる、これ。360。わ
いい修正がされていますね。でここでダキが無敵になるんだよね。無敵になってかつこの超防御型の牛太郎きたー、僕の番位。どうだこれ、どれぐらい効いてる僕の番位牛太郎に。あー結構効いてる、100ぐらいは効いてんのか。でもほらこれ、これ今無敵だからね、これ今ダキだから。え待って、これじゃあ無敵じゃん、これ元の牛太郎を倒さないといけないでしょ。で今みたいに牛太郎が離れてさ、で離れて、でほらこのようにダキと戦ってたら、おお、しかしここで領域展開、領域展開によって牛太郎の一斉的にダメージを受けてしまう。そしてさらに僕の番位、素晴らしい、素晴らしいと思わんかね、これは素晴らしい。ほらだって無敵だもん実質、これ AI 次第だよね、かなり AI。 ああ倒した倒した倒した、まあまあまあさすがに範囲が広すぎた。いやでもさ、これジョーゴじゃなかったらさ、要は、領域展開したりとか極の番員使うようなジョーゴじゃなければ、もしかしたら永遠に無敵のダキと戦うようになるってことでしょ。だから絶対負けないダキが出来上がるってことじゃん。要は下手したらヨリイチにも勝てる。まあでもヨリイチは確かあれか、敵を察知する能力がすごいから、まあでも何かの拍子で牛太郎がどっか飛んでくとするじゃないですか、ヨリイチの攻撃で。で飛んでって、で敵対するのがダキとヨリイチだけになったとしたら、ダキがヨリイチより強い可能性がある。だから無敵だからダメージ受けない、で赤座みたいに首が取れてから自滅することもないから、時間経過で。でまあもちろんちょっとずつだ、ダメージは少ないからちょっとずつなんだけど、それが無敵状態だからいずれ勝てるっていう。いやこれやばい、怖いなこれ。ちょっと今後ダキ、サバイバルモード、まあチートヨリイチの方でもあれダキと戦いますので、ぜひそちらを見ていただけたら嬉しいです。はい、ということで、じゃ今回はちょっとダキがね、新しく血気術、はい、恐ろしい血気術を、てか血気術プラス能力だね、恐ろしい能力と血気術を、使うようになりましたということでした。はい、ということで、今回はこの辺りで終わりたいと思います。はい、よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。わーん、じゃあお疲れ様です、バイバイ。